バケネコ。バケネコは日本の妖怪の一種。その名の通り猫が妖怪に変幻したものであるが、猫股と混同されることが多く、その区別は曖昧である。日本各地にバケネコの伝説が残されているが、佐賀県の鍋島のバケネコ騒動が特に有名である。猫が妖怪視されたのは、猫が夜行性で、目が光り、時刻によって瞳、交際の形が変わる。 暗闇で背中を撫でれば静電気で光る、血を舐めることもある。足音を立てずに歩く、温厚と思えば、野生的な面を見せることもあり、犬と違って行動を制御しがたい、爪の鋭さ、身軽さや敏瘡性といった性質に由来すると考えられている。動物の妖怪端は、猫以外にも、蛇の執念ぶっさ、狐が持つ女性への変身能力、民話、 カチカチ山などで人を殺す、タヌキの凶暴性などがあるが、江戸時代に入って、都市や町場が形成され、人間たちが自然から離れて生活することが多くなると、そうした野生動物の妖怪としての特徴が、人間の身近に言いながらも神秘性を秘めた動物である、猫のものとして語られることが多くなり、次第に化け猫のイメージが作り上げられていったとの解釈もある。また、 化け猫の俗信として、安頓の油を舐めるというものがあり、江戸時代の百科事典、和漢三歳杖にも、猫が油を舐めることは会議の兆候とある。これは、金星、安頓などの投下用に、安価なイワシ油などの魚油が用いられ、猫がそうした魚油を好んで舐めたためと見られている。また、当時の日本人の食生活は、穀物や野菜類が中心であり、 その残りを餌として与えられる猫は、肉食動物ながら、タンパク質や脂肪分が欠乏した食生活にあった。それを補うために、アンドンの油を舐めることがあり、アンドンに向かって二本足で立ち上がる姿が、妖怪視されたものとの指摘もある。こうした猫の神秘性は、江戸時代の遊郭に勤めていた遊女のイメージとも、結びつき、当時の草草蔵氏などで人気を博していたキャラクター、か、 猫友女が生まれる元にもなった。化け猫同様に猫の怪異として知られる猫股が、尻尾が二つに分かれるほど年を経た猫と言われることと、同様に、老いた猫が化け猫になるという俗信が、日本全国に見られる。茨城県や長野県では12年、沖縄県国上群では13年飼われた猫が、化け猫になるといい、広島県山形郡では7年以上飼われた猫は、 飼い主を殺すと言われる。猫の飼い始めに、あらかじめ飼う年数を定めておいたという地方も多い。また地方によっては、人間に残忍な殺され方をした猫が恨みを晴らすため、化け猫になってその人間を呪うなど、老いた猫に限らない化け猫の話もある。化け猫のナス会議は様々だが、主なものとしては人間に変化する。手拭いを頭に被って踊る。 人間の言葉を喋る、人間をたたる、死人を操る、人間につく、山に潜み、狼を引き連れて、旅人を襲う、などといったことが挙げられる。珍しい例では、宮城県を鹿郡の地島や島根県沖諸島で、人間に化けた猫が相撲を取りたがったという話もある。ただし、猫が喋るということについては、人間が猫を見ながら、 自分の心の中で思った言葉を、あたかも猫が喋ったかのように誤解したものであり、妖怪の類ではないとの指摘もある。1992年、平成4年の読売新聞には、猫が人間の言葉を喋ったように聞こえたが、よく聞き直すと、単に猫が口ごもった鳴き声が人間の言葉によく似て聞こえたに過ぎなかったとの記事が掲載されている。江戸時代には、おが、 蛇のように長い猫が化けるという俗信があり、尾の長い猫が嫌われ、尾を切る風習もあった。現在の日本の猫に尾の短いものが多いのは、尾の短い猫が好まれたことによる自然淘汰とする説もある。なお、老いた猫が会をなすという俗信は日本に限ったことではない。例えば、中国石膏省金華地方では、 人間に三年飼われた猫は人間を化かすと言われていた。特に白い猫が化けやすいと言って、白い猫を飼うことを忌む風習もあり、人間を化かす能力を得る際には、月から勢力を取り込むと言われたことから、月を見上げる猫を見かけた者は、どんなに可愛い猫でもその場で殺したこともあったという。非全国佐賀藩の二代藩主、鍋島光重の時代。 三重の後の相手を務めていた進化の龍蔵寺、また七郎が三重の機嫌を損ねたために斬殺され、また七郎の母も飼っていた猫に悲しみの胸中を語って自害。母の血を舐めた猫が化け猫となり、城内に入り込んで、毎晩のように三重を苦しめるが、三重の中心、小森犯罪者が猫を退治し、鍋島家を救うという伝説。史実では、 鍋島氏以前に、り蔵寺氏が秘前を治めていたが、り蔵寺隆信の死後は、彼の補佐だった、鍋島直重が実権を握った後、隆信の孫の高房が自殺、その父の生果も急死。以来、り蔵寺氏の残党が、佐賀城下の治安を乱したため、直重は、り蔵寺の霊を鎮めるため、天遊寺、元探した伏せを建造した。これが騒動の発端とされ、 竜造寺の遺恨を想像上の猫の会議で表現したものが化け猫騒動だと考えられている。また、竜造寺氏から、鍋島氏への実験の継承は問題のないものだったが、高草らの死や佐賀初代藩主、鍋島勝重の子が早くに亡くなったことなどから、一連の話が客色され、こうした怪談に発展したとの指摘もある。この伝説は後に芝居化され、カエ時代には、 中村座で、花、佐賀の猫まひしとして初上演された。題名の佐賀のは京都府の地名だが、実際には佐賀をもじったものである。この作品は全国的な大人気を博したものの、鍋島藩から苦情が出たために間もなく上演中止に至った。しかし上演中止申請に携わった長文行が鍋島氏の鍋島直隆だったため、 帰って化け猫騒動の公説が有名になる結果となった。後年には、講談、佐賀の夜桜、実録本、佐賀海病伝として世間に広くルフされた。公団では、竜像寺の皇室から恨みを伝えられた猫が、小森半左衛門の母や妻を食い殺し、彼女らに化けて家をたたる。実録では、竜像寺の一件は関係しておらず、 鍋島藩士の小森藩太夫に虐待された異国種の猫が恨みを抱き、殿の愛称を食い殺してその姿になり変わり、お家にあだうなすが、伊藤宗太らに退治されるという筋である。昭和初期にはこの伝説を原案とした佐賀海病殿、階段佐賀屋敷などの階段映画が大人気となり、化け猫役を多く演じる入江孝子、鈴木澄子といった女優が、 化け猫女優として知られるととなった。猫を妖怪死する記述が文献類に登場するのは、鎌倉時代の頃からである。同時代の説話集、古今著文集には、奇妙な行動をとる猫を指して、魔の変化したものではないかと疑う記述が見られる。この頃の古い化け猫の話には、寺院で飼っていた猫が化けたなど、寺にまつわる話が多いことが特徴だが、 これは当時の仏教の伝来に伴い、経典をネズミにかじられることを防ぐために、猫が一緒に輸入されたことが理由の一つと考えられている。江戸時代に入ると、化け猫の話は各種の随筆や海岸集に登場するようになる。民間伝承のように猫が人間に化ける話や人間の言葉を喋る話は、うさぎ園小説、字能、新著文集、 西派階段実記などに、猫が踊る話は、講師やは、終わりで行きなどに見られる。児能四巻によれば、どの猫も十年も生きれば、言葉を話せるようになり、狐と猫の間に生まれた猫は十年と経ずとも、口が聞けると述べられている。化ける話においては、老いた猫が人間の老女に化けることが非常に多い。化け猫の階談は、この江戸時代が前世紀であり、前述の、 鍋島の化け猫騒動などが芝居で上演されたことで、さらに有名なものとなった。張馬国思想軍、山崎町牧屋、現、兵庫県思想市内には、貫川棒なる人が化け猫を退治した話が伝わっている。同様の話は、同国の人材軍福崎村、谷口、現、神崎郡福崎町谷口にも伝わっており、今後常時で村人を困らせていた化け猫を、 寺侍が退治し、化け猫は、茶釜の蓋や鉄鍋で、やや鉄砲玉を防いだという。これらはあたかも、スサノオのヤマタのオロチ退臣のように、土地の休暇が活躍している点が共通している。明治時代には、1909年、明治42年に、東京の本所の長屋で、猫が踊り出したという記事が、放置新聞、一万丁報、マト新聞に掲載されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。